赤星のリードの入ってねえんだよ。だからまあ阪神からするとだからこの巨人3連戦ってすごい重要だよね。だからこれでまあまあ最低勝ち最低、まあ、今日頭取れたんでね、勝ち越せればいいし、サンタで食らわしたらまたね、あ今広島負けましたって。あ、終わりです。うん。だからこれでもうまた縮まるっていうね、一気にね。すごいね。これだから中日も今日ヤクルトとどうなの、今中日ヤクルトは。中日負けました。負けました。あかんね、中日もね。ここで勝っとかなあかんのに、中日は。ヤクルトに勝っとかないと。そう、ヤクルトに勝っとかなあかんのに。ね、中日ってそういう取りこぼし多いよね。なんか、どうなのよ。本当に。まあでも、そういう意味で言うと多分、交流戦、じゃあ交流戦ね、オールスターまでにじゃあ、抜け出せるかって言ったら、巨人が正直、先週の時点で抜け出すかなってちょっと思ってたんですけど、チームのその状態も含めてね。だから結局抜け出せずに来てるので、まあこうなると、ね、まあだいぶ混戦が続くのかなって中で。なんか阪神もね、こう、正直、乗ってこれないというかね。なんかきつい戦いをしてるんですよね、正直ね。この間のだからあれ、中日戦か、名古屋ドームでのね、最終戦ね、よくグチが打って、で、昨日や、だから、昨日の試合ね、だから3立てしてたらちょっと、ね、やばかったな、だから本当に2戦目なんか、とんでもない試合でしたね、え久しぶりに点取ったかと思ったら久しぶりに点ボコボコ取られてみたいなね。まあ難しいよね本当に。でもグッチはよう打つわなあ。まあ、来たねちょっとね、いいところで打ってくれるわ本当に。だからずっとやでねえ、いや本当ずっと感じで言うとったの、だからそれを今年キープできてるのがすごいよね。だから去年とかさいい時になかなか出れなくて、でちょっとタイミング悪い時に出てだったじゃん。だ今年だからそのずっといいいいって言いながらもなかなか打席に立つあれがなくて、七夕7日に打ったでしょ、それまでずっと出てなかったもんな。そうだからどっちかというと糸原くんの方がちょっとこうなんていうの、打席数が減ってきて、渡辺くんとか、だから糸原くんはどっちかというと今落ちてんね、そのスタメンの回数が糸原くん結構多かったから今回、あの時調子良かったじゃん比較的。だけどやっぱこう代打に戻って、佐藤くんが戻ってきてからは代打の回数が増えてる中でちょっと調子落としてるもんね今。確かに。だからそう考えるとやっぱグッチが今ずっと調子いいからすごいね。だからあんだけ打席に立ってないにもかかわらずずっとキープできてるっていうのはさ、まあ何か掴んだんじゃない、やっぱだから代打のその調子をこうどうキープするかっていうのが、まあだから本当はね、なんかスターメンとかで出たらもうちょっと打線がつながるんちゃうかななんてね、思ったりはするんだけど、嬉しいこっちゃ本当。上田海がちょうどバッティング練習しててほんで監督がこいつ、何年目からずっと一軍におるかなって話になって、結構早い段階からいるんじゃないですかって、高卒で3年目ぐらいからいるんじゃないですかっていう話になって、でも逆に一軍にいるから打席に立つ回数がほとんどないから、二軍でこう1年とか2年とかずっとこう試合出続けてたら、バッティングもっとね、向上してたんじゃないですかっていう話をしたら、ほんまにそうなんよなぁ、言って。だけどやっぱり必要ないよと、絶対こいつだけは落とせないんだよと、要は守りもいろいろ守れるし、だからやっぱり上田には申し訳ないけどちょっと2軍でその試合に出るためにバッティングだから例えば年間でファームで200打席とか立ってこいって言えないんだよなって言って、もう欠かせないから、だからもうその早い段階でそういう風にバッティングとかを取り組んでたら下手したらレギュラーとかなっててもおかしくなくないですかって言ったら、ほんまにそうなんよな言って、もうだけど今はもうそういう状況じゃないから、まあ今年はでも打席数結構あいつ立ってるやろ言うて、いつもよりは言うて、よう回ってくるから言うて途中から行って、だからやっぱそのね、もうちょっと若い時にもっと
その試合経験をね、詰ましてたら、今頃下手したらこのショートが、木浪が怪我した時に、下位のショートでのそのレギュラー争いっていうのも考えあったんじゃないですか、そのスイッチやし、とかっていう話をしててね、ほんまやなぁ、言うて。まあだけど、もう今更こう、下で経験を詰まして、っていうわけにはいかんからなぁ、言うて。けど、だからやっぱ海君がこの間ね、そうやって三塁打打ったって言って、初の三塁打って言うからさ、初めてかと思って、あんだけ足早いけど、それはでも確かにそうやってレギュラー争いっていうところではね、一回も多分絡んだことが立場的にないから、まあそういう選手もね、もちろんいてもおかしくはないんだけどって話だけど、なんかね、彼とか本当にもっとやってくれれば、もっとね、試合経験積んでたら、今頃すごい選手に、ね、レギュラーになっててもおかしくなかっただろうから、まあちょっとそういう意味で言うともったいないかななんて思ったりするけど、まああとは外野だよね、外野ね。今いろいろこう、野口くんとかやっと出てきたけど、監督は野口くん好きよ。ああ、そう。この間も喋ってたら、いや僕もね、一個思ってたのは、野口くんって、森下くんとか、と決定的に違うのが、タイミングの取り方がうまいの。うまいな。ああ、確かに。そう思う。うん。見とってた。そう。野口くん、タイミングの取り方がうまい。そうやもんな。そう。だから、懐にこう引き込むタイミングの取り方が、そう、うまいのよ。これはずっと見てて思った。だから俺、ホームランもそうなんだけど、ファームでも打率が残せるって、そこが大きいと思ってたら、監督それ言ってて、こいつが多分今一軍で、まあ、佐藤とか、大山とか、みんないるけど、タイミングを取る方、タイミングの取り方は、こいつが一番うまいよ。まあ、それは近本とかうまいよと。だけど、野口はタイミングの取り方がうまいから、これ化けるかもしれへんぞ、みたいな。って言ってた。で、あと、やっぱり今ね、ちょっとこう、みんなさ、アッパーブローにさ、行こうとしてる選手が多い中で、野口くんってさ、やっぱり、こう、くるっと回れるタイプだね。監督あれ好きみたいね。一番確率高い言うて。一軍に慣れてきたら、これ確実に打つぞ、こいつ言うて。ほんで、お前知ってるかもしれんけど、こいつ硬いんだよ、ほんで、つって。だから、まあ、取る方はな、あれだけど、肩強いから、いい選手になるぞ、言うて。まあ、そういう争い、まあ、特にね、去年のレギュラー陣を固定できない戦いがずっと続いてるんでね。だから、まあ、そういう意味で、去年とは違うちょっと楽しみ方、いろんな選手がこう試合に出て、前川君もちょっと一時苦しんでたけど、またちょっとこう、いい方向に出てき始めてるし、まあ1、2番がちょっと苦しんでる中でね、なんとか他のメンバーでとは思うんだけど、まあでもある意味、これからのタイガースのこと考えたら、まあ今年の連覇っていうのもね、大事ではあるんだけど、こうやって野口君とか、まあ豊田君とかもね、